さて今日はいよいよ本番の CRV 作ろうと思ってます。これはそら君からクリスマスプレゼントにもらったやつなんですけども、プラモデルですね。ボディの色はですね、いろんな、持ってる CRV に合わせて塗れるようにですね、ボディカラー白ですね。私が乗ってるやつはシルバーメタリックなんで、これをまず銀色にですね塗装したいと思います。他にもですねポイントポイントで黒で塗ったりしなくちゃいけないところが何箇所かあってですね、そこのところは結構難しいんじゃないかなと思ってます。この間ミニクーパーモーリスを作ってですね、細かな黒の塗装は結局できなくてですね、マジックで塗ってしまいましたね。例えばこの CRV でいうとこのタイヤのこの縁の周りとかですね、ここのラインですね、それからハンドルのところとかですね、黒で塗りたいところはあるんですけれども、マスキングがですね結構難しいと思います。マスキングして黒で塗っちゃうとですね、多分剥がれてしまいますね、銀のベースの色が。ちょっとその辺は考えようかなと思ってます。さあ、じゃあこれからまずは銀で塗装してみたいと思います。ラム、君は手伝ってくれないの？いい、じゃあちょっと外で塗ってくるね。それじゃあこれからですね、マスキングとかしなくていいの？マスキングって言ってもこの狭いところだから、まずはベースの全体の銀で塗っていきます。ちょっと風が今日あるからあれだな、塗装が離れてやった方がいい。ちょっと受け止めて。やだ、いきます。離れて飛べてない。あー、もうダメだ。それこのぐらいにした方がいいよな。こいつさ、銀って結構さ防護してるな。まずいな、これ。これ濡れたんですけど、これが今私が乗ってる CRV ですね。このタイヤの縁とかですね、周りですね、本当はここね、黒なんだけど銀だってなってるのが多いんですよ。よくある CRV はこのドアのところのラインもですね黒ですね。あとはこういうやつで、窓ガラスもですね、こいつとこいつがスモークですね。窓ガラスの縁も黒なんで、こういう細かいところが塗れるかどうか。今塗装したやつを干してるんですけども、私のこの手を見てください。私の手もですね一緒に塗装されてしまいました。ああ、これ落とすの大変、なかなか落ちないですよ、油性だから。お母さんにベンジンを借りて、きれいにしたいと思います。塗装を乾いたんで、ちょっとこれから部品を組み立てていこうかと思ってます。最初はですね、エンジンを取り付けるみたいですね。じゃあここからちゃんとエンジンも塗装する？え？エンジンも塗装する？エンジン黒でしょ、もともと。だからいいと思うんだけど、細かなところはなかなかやりづらい。ボンネット開かないし。そうなんだ。それでは最初のですね、1個目の部品を、これエンジンだと思うんですけど、くっつけて。ダメだ、カップリ落ちちゃう。買ったアプリが落ちるようになった。動かない。レクサス。そう。どうですか。一発目取り付けました。これが最初の1個目の部品です。手を見てください。手。さっき見たんだけど、これ以上落ちない。はい。落ちちゃった。今度はこの部品と。こいつをくっつけます。これ接着剤ですね。こうやってですね、こう接着、こうピッピッとこう接着剤をつけるわけですね。そしてこれを合体させる。
で、これで一つのこの部品がこう完成したりするとですね、こういう作業を繰り返していくと。今この部分が取り付きましたね。前の部分ですね。結構細かい感じですね。そら君は今私の横でおせんべい食べながらですね、ダイハード2を見てます。この間ダイハード4をですねテレビで見てめっちゃ面白かったんで、1から4までレンタルで借りてきました。今これ2ですね、見てるのは。この部分をですね、銀に塗装しろって書いてあるんで、ちょっと周りをマスキングテープでしてちょっと塗装しようと思います。このマスキングテープってやつですね、結構ムズですね。細かなやつが必要になりますね。とりあえずこっち側マスキングしました。このあとこっち側ですね、これで両側ですねマスキングができたんで、ちょっとここの部分だけ塗装します。見えますでしょうかね、これ今銀にここの部分だけ塗ってきました。塗装が終わりました。今ボディの下の方ですね、だいぶできてきました。ここまで来てるんですけど、次にですね、これこいつを銀で塗装しろって書いてあるんで、こいつを塗装していきます。見えるでしょうかね、これ今銀に塗装してきましたんで、とりあえずこの部品は取り付けができるようになりました。今塗装してきたこのパーツがですね、取り付け終わりました。ちゃんとした位置ではないかもしれないですね。ちょっと難しくてですね、これ以上できないですね。この後輪のですね、タイヤの部分が今取り付けが終わりました。だいぶできてきました。 30% ぐらいは終わった感じです。一応裏面はですね、これで全部終わりました。まあ、タイヤはまだ取り付けてないですけど、最後タイヤを取り付ければ多分これで終わりですね。今度はこっち側にですね、座席とかですね、フロントパネルをつけると。それで基本的な組み立ては終わりです。まあ、あとは本体側にちょっとまた一部黒で塗装すればっていう感じです。3時間ぐらいかかってますね。これ座席ですね、座席なんですけども、ちょっとグレーでですね、真っ黒に塗装しちゃうのはいまいちかと思ったんで、ソラ君が GTR で作った時のネットがですね余ってたんで、ちょっとこういう風にですね1台貼ってみたんですけど、見えるかな。そうするとなんかそれっぽくなっていい感じかなと思うんですけど、だいぶ完成に近づいてきてですね、今中身にですね、車内の中のところなんですけど、これ全部グレーの、パーツなんですけども、目立たないんで全体これをですね全部一応黒で塗装しようかなと思います。これが塗装終わればですね、ボディの中の組み立てもできます。うまくすれば今日中にできちゃうかもしれないですね。これをとりあえず塗装して、その乾く間っていうんですかね、茶太郎をですね病院に連れていかないといけないんで、今ここで寝てるんですけども、ねえ君具合悪いもんな、ちょっと注射打ってもらって点滴もしてもらわないと、もうほとんど食べられなくなっちゃったんで、あれやりこれやりであれだな、頭こんがらがってくる。
君からもらったやつがだんだん完成に近づいてきてるぜ。福岡。え？じゃあ俺ちょっとこれ塗装してそれで茶太郎病院連れて行くから。一応黒で塗装が終わりました。茶太郎病院に連れて行って帰ってきたら塗装も乾いてた。なんか黒かっこ。ちょっとここにまたなんかアレンジをできればいいです。色が違うね、ここは。ここグレーの方が良かったんだよ。このフロントパネルにですね、フロントパネルをこれから組み立てるんですけども、シールをこう貼るみたいですね。まあスピードメーターとかですね、ナビですね、これ見えますかね、これナビですね。フロントのスピードメーター今水で浮かしてますね。これが剥がれれば貼ります。あっちでそらくんがチャタロと一緒にネクサス見てます。ハンドルです、ね、金に塗装してきました。真ん中にですねちっちゃなシールを貼ってます。どれだけ小さいかというとですね、私の指と比べていただければこのぐらい小さいです。こっちの方ではですね、あれ、今こっちの方ではですね、このダッシュボードのこれ引っ張るところですね、このちっちゃな部品をまた取り付けます。あ、スピードメーターつきました。あとこれがなんだ、ナビですね。パネル完成しました。ここに取っ手がついてですね、これカーナビちょっと小さかったんでアルミホイルテープ貼りました。座席2つとですね、これ見えますかね、このこいつがなんかこう缶コーヒーとか乗せる台ですね、これくっつきました。座席はですね塗装しないでおそらくねプラモデルのネットをちょっと貼ってます。本当はですね後ろもそういう風にしたかったんですけど、もう材料がなくなっちゃってできなかったですね。これ見えますかね、これこれ今つけたんですけど、アクセルペダルとブレーキペダルですね。結構細かいですね。このワイパーをつけてたんですけども、ワイパーの先端の部分がですね一回折れてしまいましたね。ごまかしてつけました。タイヤのホイールですね、そらくん入れてくれてます。一回水洗いして、水洗いしてちょっと粉がかなりついてたんで、これは私の車についてるホイールとほぼ同じ形状してます。全部同じで、すごいですね、さすがに。どうした茶太郎、うん、少し良くなってきたか、注射打ってもらって。今夜の10時半ですね。今日は朝の10時ぐらいからずっとやり始めて、途中茶太郎を病院に連れてって以外はずっとこの CRV の作業をしてまして、今日中にできなかったですね。もう疲れたんで、とりあえず今日はここまでにして、残り明日仕上げようかと思ってます。それに私の足元に茶太郎がいるんですけども、お腹すかして泣いてるんですけども、かわいそうですね、何も食べられないですね、まだ歯が痛いせいか。ジョージ、もうすぐできるぞ、あと明日だよ。